髪の毛を武器にして戦うアニメは名作って言われてるのを見たので、検証。牛尾トトラ名作、ゲゲゲの鬼太郎名作、侵略イカ娘名作、デゲソボボ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 ボ名作、トラブル名作、ブラックキャット名作、サマータイム連打面白いからみんな見よう。以上、髪の毛を武器にして戦うアニメのお話でした。